はい、パッシングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、特別ゲストをお迎えしてですね、動画をお送りさせていただければと思います。はい、東京都内でですね、不妊専門の整体院を経営されております川森田先生を迎えて動画をお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、以前にですね、川森田先生には登場していただいているので、まあ、ご存知の方は多いかもしれないんですけども、まあ、不妊のですね、原因について、前回お話ししていただいてですね、で、いろいろと私の方にも質問いただいているんですね。で、川村先生の方にも質問は言っているかと思うんですけど、私の方にも結構いただいているので、私がちょっと答えられないような内容の質問とかもあったので、それを今日ですね、どんどん答えていただければと思っています。よろしくお願いします。はい、はい、で、まずですね、結構多かった質問は不妊と年齢についてっていうお話だったんですね。で、不妊で悩まれてる方っていうのはやっぱり年齢を重ねれば重ねるほどやっぱ妊娠しづらいから、やっぱり早く、まあ、急いで妊娠しなくちゃっていうので、結構このもうすぐに病院に行って不妊治療をお願いしますみたいな形でされてる方が多いかと思うんですけども、そこら辺ってどうなんですか、年齢と、ね、まあ、不妊に関係についてですね。はいはい、やっぱりまあ年齢っていうものっていうものはもちろんこう関係はしてくるものなんですけれども、はい、やっぱり皆さん妊活されている方だと、その卵子の老化っていうところが、はい、まあ、すごくキーワードとしてポイントになると思うんですけれども、はいはい、その老化っていうものですね、を促進してしまう、まあ、反応が2つあるんですけれども、はいはい、まあ、そこをですね、しっかりと、まあ、考えてですね、日常生活で対策することによって、まあ、その老化っていうところにも対策は取れるような感じなので、年齢だからしょうがないとか急がなきゃいけないってことはないのかなと思ってます。はい、なので年齢を重ねていても、まあ、老化している方と老化していない方がいるので、はい、やっぱり老化させないっていうことが大事だっていうことですね。はい、そうですね。じゃあ具体的に老化っていうのはどういうことなんでしょうか。そうですね、老化にはその2大、まあ、老化反応みたいなものがありまして、はい、でそれがですね、まあ、酸化って言われるものと、はい、まあ、糖化って言われるものですけど、うんうんうん、書いていいですか。はい、ちょっと、はい、酸化と糖化ですね。はい、酸化ですね。酸化はちょっとよく聞いたことがあるんですけど、糖化、はい、はちょっとなかなかあんまり聞かないかも。そうですね、ですけど聞いたことがあるけど何なのかちょっと分かってないっていう感じの方が多いんじゃないでしょうか。はい、酸化と糖化。酸化と糖化ですね。はい、はい、で、まあ、酸化って言われるものはですね、まあ、人間っていうのは酸素を取り込んで、まあ、動いているわけなんですけれども、はい、その代謝産物として、まあ、活性酸素って言われるものが、まあ、できてしまうんですね。はい、で、その活性酸素って言われるものが、まあ、実は酸化の原因になるんですけれども、はい、まあ、若いうちはですね、まあ、その酵素が働いてくれて、その、まあ、活性酸素をですね、無毒化してくれるわけなんですけれども、それがですね、結局年齢を重ねていくごとにその酵素の反応が、まあ、起きなくなってきてしまうので、はい、食品からですね、抗酸化物質を取る必要があるというような感じなんですね。はい、実際じゃあその酸素を取り込んで、はい、まあ、体の中に入って酸素を取り込むことによって一部がその活性酸素っていう形になって、それが要は細胞を傷つける、それがまあ老化の原因になるっていうことですね。そうですね。はい、でそのためにまあ抗酸化物質って言われる、まあ、食べ物を取るっていうような形が、まあ、必要だっていうことですね。はい、じゃあもう一つの糖化っていうのはどういったものでしょうか。糖化っていうものがですね、まあ、もう一つは、まあ、糖尿病の方とかもですね、はい、まあ、ちょっと想像していただけると分かると思うんですけど、はい、あれっていうのは血糖値が、まあ、上がってしまうことによって、まあ、糖質がですね、血液中に多いと、じゃあ何が悪いのかっていうと、はい、その糖質がですね、タンパク質と結びついてしまうんですね。はい、でそのタンパク質と結びつくことによって糖化っていう反応が起きるんですけど、まあ、焦げるっていうんですよ、はい、細胞が。それもやっぱり細胞を劣化反応させてしまう、まあ、老化させてしまう原因になるので、まあ、糖尿病の方とか特に全身に合併症が起きると思うんですけど、はい、まあ、そういう反応が血糖値の高い、まあ、血糖値の急激に上がる食べ物とかを食べるとやっぱり糖化が起きやすくなってしまうということなので、そこに対してもですね、やっぱり GI 値って言われる、まあ、その血糖値の上昇が緩やかな食べ物とかをやっぱり普段から取るようにしていったりとか対策することで、この糖化っていうものを防げるような
感じになってくる。じゃあ GI 値が高い食べ物を摂ると、はい、まあ、あの血糖値が急激に上がるの で、 そ、 で、ね、それによって糖化が起こりやすいの で、 で、ね、まあ、GI 値が低い食べ物を摂るっていうことになるわけですね、はい、ちなみに GI 値が高い食べ物っていうのはどういったものになるんでしょうか。白米とか、まあ、白い食べ物が多いんですけど、はい、まあ、パンもそうですね、食パンとかあとうどんとかそういうものは高くなってくるかなと思います、うんうんうん、まあ、本当砂糖とか、そうですよね、砂糖もそうですね、はい、あと糖質の摂りすぎもそうなんですね、はいはいはい、なので、逆にじゃあ GI 値が低い食べ物っていうのはっていうとやっぱり玄米とかですね、はい、あとはまあお蕎麦とかも低いですし、はい、まあ、いろいろな食べ物があるんですけどね、はい、まあ、パンでいうとライ麦パンとかそういうのもありますし、はいはいはい、あとはその炭水化物があの血糖値っていうふうにまあ、考えすぎず、まあ、例えばナッツとか木の実とかも、まあ、あの脂質も取れるし炭水化物ももちろん取れるし、うん、タンパク質も取れるっていうものなので、あれも GI 値がやっぱり低いっていうことで、あの緩やかに、はい、あの血糖値がやっぱ上がっていくっていうところで、まあ、そういったところの糖化を防ぐためにですね、まあ、炭水化物のやっぱり取りすぎ、GI 値が高い炭水化物を取らないで、GI 値が低い食べ物を取っていくっていうことが大事だっていうことですよね。そうですね、はいはい、じゃあこの2つを防ぐことによって、まあ、老化が防げるっていうのは。そうですね、まあ、もちろんこう年齢とともにそれは年を取るというのは自然なことなんですけど、はい、まあ、この2つはですねやっぱり老化を促進させるものなので、はい、まあ、体を守るという意味ですね。どっちかっていうとこう体に鍛えるというよりはその攻撃的なものから体を守るために酸化、抗酸化、酸化させない抗酸化物質を取る、はい、で糖化も血糖値が上がることによってそのタンパク質と結びついてしまわないように、まあ、ちゃんとした血糖値を、まあ、上がりすぎない食べ物を取るというようなイメージになる。まあ、抗酸化物質、抗酸化作用があるものとかって今いろいろ言われてますけど、いわゆるスーパーフードとか、はい、そうですね、言われているものが、はい、いわゆる抗酸化作用がある、まあ、食べ物って言われてますけど、まあ、それこそルイボスティーとかも、そうですね、はい、一つ言えますよね。スーパーオキシトジムスターゼって、はい、あれはもう抗酸化作用がある酵素が入っているっていうことがあるので、まあ、ルイボスティーもすごくいいのかなっていう形です ね、 そうですね、習慣化して取れると思うので、うん、水分だと、はい、そうですね、下手にというか、まあ、外国のこう高いスーパーフードを取るのも、うん、まあ、いいとは思うんですけど、それにお金かけないで、もっとお金かけない方法もやっぱりあると思うので、うまく使っていただければなというふうに思いますね、はいはい、じゃあこの2つをこう気にすることによって、まあ、年齢を重ねたとしてもその過度な老化が防げるということで、やっぱりそれを気をつけていただくことによって、まあ、妊娠する確率も高くなっていくという形ですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、今みたいなお話っていうところはすごくざっくりお話ししていただいたんですけども、はい、実は鴨田先生の動画でですね、もっと詳しく説明していただいている動画があります、はい、それが大体3個とか4個あるっていうのに、そうですね、それぐらい分けてちょっとご説明させてもらってるので、はいはい、お伺いしてるので、はい、ちょっと詳しい内容っていうのはですね、下に鴨田先生の動画の一覧っていうのも貼らせていただいているので、ぜひですねご覧になっていただければと思います、はいはい、ちょっともう何個かですね、鴨田先生にいただいている鴨田先生にというか私の方にいただいている質問でまだちょっと答えきれてない質問があるので、はい、ちょっと引き続き質問にお答えいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではですね、本日の動画はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。